簡単に言うと、まあ、すごく悔しかったっていうか、2年半です。まあ、とりあえず、まあ、僕はまあ、1年の頃から先輩の試合に出ていましたけど、一つも、この目標を達成できなかったことが一番の悔しさですし、中2の夏、春に先生も変わって、いろんな思いで夏の大会、杉並優勝して都大会行くっていうのもあったんですけど、まあチームごちゃごちゃしてて、行けなかったし、それ悔い残ったし、ちょうど去年の1年前の私学大会も、首都圏まであと一歩っていうところで、まあ同点ゴール決めたのが一番楽しくて、一番嬉しくて、そのすぐ、まあ、10分15分には、ようには僕が PK 外して、もう、すごい悔しかったし、中3になっても、別に、秋と春は、杉並優勝、僕も考えてなかったんですけど、夏は絶対優勝して都大会行きたいと思ってたんですけど、やっぱ、その2つ優勝して都大会っていうのも忘れてなかったんです。忘れてなかったし、今日、また負けたんで、これで、ね、中学サッカーでの2年半、まあ一つも目標できなかったのは悔しかったですけど、だけど、小学校に比べて、一番この2年半がサッカー楽しく感じたので、それは、練習っていうかまあ、周りのみんなが非常に明るくて、監督コーチもそんな厳しく言わなかった、言わないでポジティブなことばっか言ってくれるんで、自分もやりやすかったし、何より中3になって、中2の新人戦からキャプテンになって、まあ俺結構短期なんで怒ることあったんですけど、それでもみんなここまでついてくれ来れたし、まあよかった、嬉しかった。そのサッカーのために、ね、高校3年間頑張りたいと思ってるんで、まあみんなとサッカーできるのは悔しいですけど、嫌なんですけど、まあそれは一つ自分自身で決めたことなんで頑張りたいと思います。また、まあ、1、2年生はぶっちゃけこのまま普通に俺ら通りにやってても目標に行かないと思うんで、俺らの 2、3 倍練習しないと目標にしてる3支部いけないので、そこはキャプテン中心にして頑張っていってください。最後の大会の最後の試合で、なんか、もったいないミス、まあ、ミスで点入ってしまったのは、今後の課題でもあるんで、まあ、そこは高校サッカー入ってから、しっかりみんなで話し合って、この悔しさをバレに、次はいい成績残せるように頑張りたいです。で、中1中には、慎吾だけしか声とか出してると言って、みんな出してないから、やっぱりみんなでチーム一丸となって盛り上げて、都大会とか行ってほしいです。大丈夫でしょう。
学校は6年間よりこの3年間のところが一番サッカーを楽しいと思ったり悔しいと思ったり、本当にサッカーに向き合えた3年間で、本当にこのチームみんな大好きで、自分は生活のいろいろあるんですけど、でも、ね、先生や仲間のみんながこんな俺を認めて、というか信じてくれて、この試合にも出してもらって本当に感謝してるし、三種大会とか5回の大会もみんなは優しいから俺のせいじゃないって言ってくれるけど、本当は俺のせいでみんなを連れて行っていけなくて、本当にごめんと思ってて、本当みんなとなんかしてもらったし、まだまだやりたいこととか悔いがいっぱいあります。でもなんで、自分たちは、もう、愛の2年1年にも、自分たちを超えるように、もっと努力してほしいし、自分たち以上に頑張らないと、この先はいけないと思うんで、頑張っていってほしいと思います。本当に、3年間、ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと一つ言いたいことがあって、まず最初の新人戦で怪我しちゃって、長期間サッカーできないって見えなかったりとか、怪我復帰した後、サッカー嫌いになっちゃって、サボったりしてみんなに連絡した時あったんですけど、そんなことしてる俺を認めてくれて、一緒にピッチャー行って、サッカーしてて本当にありがとうございました。僕は高校普通なんで、僕には本当に答えて連れて行けなくても申し訳ないですよ。本当に私たちの言葉が答えたいと受け深くっていうことも頑張ってほしい。僕がサッカー部に入部するっていうのを決めた理由としては、周りの同級生がいろいろ声かけてくれて、一緒にサッカーやるって言ってくれて、入って最後までやれて本当に楽しかったです。もし今の中3が112のお手本になるような存在になれたのであったら、そこを超えてもらいたいし、僕たちも応援してます。お疲れ様でした。僕たちの例になって新人戦と秋の大会、春の大会は結果出せずに、そのチーム内で結構
でも。やんでやっぱり全員で戦いたかったし、野口も怪我しちゃってるけど、その気持ちは絶対同じだと思うんで、まあ、首都圏カップに行けなかったこととても悔しいですけど、その悔しさをバネにもっと上に、高校ではちょっと頑張って上に行けるように中3は頑張っていきましょう。で、中2は本当に関口が今キャプテンになったっていうのも形だけだと思うんで、まずその関口だけが無理をするっていうんじゃなくて、全員で関口助け上げたり、全員でちゃんとした一つのチームとして作っていけるように頑張っていってください。そう、まあ、最後に自分は本当は何て言うんだろう、そのキャプテンに向いてたかっていうとそうでもなかったと思うし、すぐふざけちゃったりとかして、まあチームに迷惑かけることもあったと思うんですけど、最後までついてくれてありがとうございました。僕は中1で初めてサッカーに興味を持って、最初は全然わからなかったんですけど、中心の頃はいろんな生徒にいろんなことを学べて、でサッカーといろいろ向き合えて3年間やってくれて面白かったです。一つの大会で、
いろんな言葉も学べたし、次にどう試合の時にはそれがどんどん良くなっていって、僕は今わからなかったところもあったんですけど、サッカーということでいろんな話を聞いて楽しかったです。試合中にはまだ課題とかもいろいろあるとは思うんですけども、大会目指して頑張ってください。最後の年がやっぱ一番楽しかったし、まあ、楽しかったし、まあ、僕はこのメンバーでサッカーできて本当嬉しかったです。中1中には俺たちを超えられるように頑張ってください。僕あんまチームになりにくいんですけど、みんなとよりとっても楽しかったです。高校もあるんで今日見せたら大会僕たちの代は、夏と主役大会って、まあ、目標にしていたところには届かなかったけど、3年間、僕らがやってきたことは絶対間違ってないと思うし、この経験は高校やっても、まあ、サッカーやってもやらなくてもこれからの人生に生きていくと思うので、まあ、頑張りましょう。で、1、2年は僕たちが続かなかった都大会出場できるよう頑張ってください。最後の大会のところはいろいろ
重要な試合とかで取られて本当に楽しかったです。私3年生はまだ高校サッカーはやらない人もいるかもしれないけどあるので頑張りましょう。はい、中1中2は来年も頑張ってください。以上です。まあ、高校もあるんで頑張っていきましょう。中1中2は中3の先輩たちを見習って練習からしっかり集中してやって大会してください。ありがとうございました。